じゃん。今日オンラインでもさ、オギの話めっちゃしたよ、ファンの方と。さっきのね、ツイッター動画載せたんだけどね、ぬいが泣いてるね、うん、その話いっぱいしたよ。ぬいぴー泣いてたね。うそ、うん、ぬいぴー涙、あのね、ぬえってね、多分私思うに NGT で一番涙もろいと思う、うん、いや、涙もろくないと思う。いや、もろいよ。あれ、ねえ、オギ辛いの苦手でしょ。苦手。なんで七味入れてんの。美味しいから。間違えた。わさびは苦手、からしが苦手。わさ、まあ適量なら平気な。おお、大人。かっけや。ずっと食べてなかったもんね、オギは。うん、辛い。うまい。最高。オギこれね、まあ、こないだこの前ね、なんかオギが最高ってやるかなと思ったら、こうって最後しか言わなかったんです。オギは適当なんです。オギのさ、嘘泣きできるよね。だってなん聞き捨てならない。昔泣きすぎて嘘泣き嘘泣き言われてたのよ。あ、そういうこと、うん、だから嘘泣きできるよねって言われてんの、うん、いや嘘泣きできないよ人間って、マジで、うん、演技で女優さんとかもあれ嘘泣きじゃなくてマジで心を込めて泣いてますから。あ、絶対そうだよ。うん、一回荻野が卒業するってなった。え、でもね、うんうん、どう、発表の時とかどうだったの、緊張した。え、うん、ゆが学部だったでね。学部だった、うんうん、私発表の時隣にいたんですよ、ほんとたまたま。それで荻野の方見たらもうね、ここら辺が出たみたいな感じでめっちゃ震えてました。マジで寂しい、マジで寂しい。僕もさっき発表したよ。お、マジか。何のマジか、なんか、ね、何を発表したか分からなかったか。何の発表したの。オギ、え、でもなんかさ、もっとさ、うん、泣くかと思ったの配信、あれねえや、うん、オンラインでも、うん、でも全然オギは割とニコニコしてて。あ、だからやっぱね、思うの、あのさ、うん、卒業とかってさ、うん、あの見送る側って超悲しいよね。超悲しいね。メンバーが、同期とかメンバーが卒業発表したらってなるじゃん、うん、するっていうのってさ、もう大きい決断じゃない、うん、大きい決断をしたからもう私多分強いんだと思う。無敵だよ今。そういうことか。無敵や今。やっとすっきりした。なんで見送られる側は全然泣かないんだろうって、うん、ずっと思ってた。確かに辞めるっていうことがでかいからか。なんか卒業するっていうのを決めてる時、いろんな人と話したり決めてる時は泣いてた。あ、そうなんだ。うん、迷った、うん、あ、迷った。どれぐらいの期間迷ったんですか。いいの聞いて、聞いちゃって。でもなんか卒業を意識し始めたのは1年前くらいなの。でも卒業を心に決めたのは今年で、今年でよし卒業しますっていう最終決断をしたのは3月後半4月あたり。あ、もうそこからずっと考えてたんだ。うん、え、でもさ、なんかさ、そのじゃあ辞めるって決めます、ごめん、めっちゃインタビューみたいな。辞めるって決めました。で、もうさ、例えばこの今新潟とかで一緒に過ごす夏とかもさ、うんうん、最後になるわけじゃん、はい、それに関してはさ、なんか、あ、これみんなと見る景色最後なのかとか思ったりすんの、うん、え、でもそれこそね、あの今いるところすごい景色綺麗なとこなんですね、うん、でさっきあの動画も出したんですけど、あの夕日ですか、あれは、うんうんうん、夕日がすっごい綺麗だったの、うん、でその時はゆく結構起きて、あ、え、そんなことなかったじゃん全然。でもね、やばかったよ結構あれ。なんかノエが泣いててゆくはとどめ刺されそうだった。マジで。うん、あれはちょっとね、あれはね、あとなんか花火が一瞬上がったじゃん、なんかなんかさ、ほんとに一瞬。 さっき5発 ?5発言ってましたよ3発ぐらいもうほんとにそういうレベル、3発5発ぐらいの花火がめっちゃでかかったです。でもめっちゃでっかい花火が上がってて、でもメンバーみんなギャーッ
だったよね、マジで。で、花火の音がバンって言って、なになになにって、みんな窓見に行くじゃん。で、ゆくたちはみんな、え、なになにってなってたので、なんだ終わっちゃったのかと思ったじゃん。でも、ノエとサーヤは見てもいないのに抱きついて喜んでるの。見てもないのに上がってるの。でもさ、ノエさ、マジでさ、サーヤちゃんとさ、そこまでめちゃくちゃ仲良くなるきっかけが今までなかったの。そう、今までね、あんまりね、関わりきっかけ。お仕事とかも、本当に、うん、個人のお仕事で一緒になったこととかマジないから、うんうん、本当にもうなんか、ね、なんかもう花火でキスも深まったね今日めちゃくちゃ仲良くなったと思う。もう体の関係でもなだけ触れ合った関係マジビビった、まあ、でもね、そうよね。でも全然そのさ、抱きついて、うん、お互いなんかもうイエーイみたいな感じで抱きついてるときは本当お互い自覚なくて、うん、なんか花火があれ上がんないなってなってから、え、ちょっと待って、うちら抱きついてたよね、花火上がってないのにね本当にパリピなんです。でもさやちゃんってパリピだよね。さやおもろいよね、面白いよね、うん、ななみちゃんとさやちゃんパリピだと思う。でもなんかななみちゃんは割となんか、うん、いきなりパリピ？わかるかな？いきなり、わかる？いきなりテンションぶち上がったと思ったらめちゃくちゃ静かになるんですよ。本当におもろいよ。さやちゃん一定してる感じだから、絡みやすいパリピとめちゃくちゃ気使うパリピみたいな。マジで。サーナナだって、サーナナのノリの良さがいい。サーナナノリいいよね。あ、サーナナって言うんだ。え、私ね、うん、今日オンラインのおしゃべりしてる間にね、うん、荻野とのコンビ名を考えたんですよ。実はもう卒業発表してからでめちゃくちゃ遅いけど、うん、考えたの。それが床まだよくない？めちゃくちゃよくない？めちゃくちゃいいでしょ。ちょっとひねって、昨日のその公演でなんか隣のバナナをななみちゃん、大塚なみちゃんとアイナが一緒にやったんですけど、なんかその隣のバナナの感想の時にななみちゃんがなんかウケると思って、ウケると思ってたんですかあれ、わかんない。あ、ウケると思って、そう、なんかアイナさん、私たちのコンビ名決めてきましたって言って、もうなんか結構ハイテンション、決めてきましたみたいな。で、その何ってアイナに聞かれた時に、何でしたっけ、壁ですか、あれ何でしたっけ、壁ミン、壁ミンって言って誰も笑ってなかったんですって。劇場がもうコールぐらいに滑ってたらしいんですけど、それを今日見せてもらって、その後にアイナちゃんが、えー、じゃあアイナさん何がいいんですかって。アイナちゃんは何だっけ、何でしたっけ、七壁？草津かだっけ？え？何でしたっけ？もう誰も覚えてない。あれはわざと滑りに行ったのか。誰も覚えてないレベル。なんだっけ？だってまあ昨日もやって今日もみんなで話したのに誰も覚えてない。あれ、なんだっけ？七、あと大壁？大壁？あ、うんうんうん。大壁、どっちも何のひねりもない、めちゃくちゃつまんない。でもね、多分私の見解なんですけど、ななみちゃんが私と一緒に山ここ公園に出てる時に、なんか私とななみちゃんの、うん、コンビ名を決めるみたいな感じで、うんうん、その七塚のえみ、ああ、うんうんうん、山塚のえみと大座、うん、七重っていうのを考えて、ちょっとウケたんですね、それちょっとウケたの。それで多分、うん、あのコンビ名ネタウケるんじゃないかなって、多分二人はあのななみちゃん思って昨日の公演で言ったと思うんですけど、でもどん詰めになったらしくて、多分あの今日も来た時めちゃくちゃなんかひどかったんですよみたいな感じで言ってたけど、うん、私わかるの、ああいう滑り方ってマジ心に来るから、うん、マジで。だから多分ななみちゃん気にしてるとは思うんですけど、うん、もう私もすごいなんかいい立場になりましたね、うん、なんかその気持ちも分かるし、うんうん、分かれるよ、分かるようになった。そう、納豆のモノマネの時とかね、あれがななみです。そう、ななみちゃん、なんかすみませんだって見に来てくれた人が
見に来てくれて、いや本当にでもななみちゃんはめちゃくちゃ、ななみは何言ってます、ベリアななみちゃんは何言ってます、そんなことない、ななみちゃんめちゃくちゃおもろい時はおもろいですよ、おもろい、でもその時はなんかおもろくないスイッチが入っちゃってて、でも普通におもろいですななみちゃんおもろ白いです、はい、でもなんかさ、そのおもろくない滑り方じゃないじゃん、ななみちゃんって、うんうんうん、そのさ、ちょディスってるんじゃなくて本当にただ事実として述べるのが、うん、あさ、日向とかはさ結構なんかおもろくない滑り方じゃなくてなんかもう分かんない滑り方をする時あるじゃないですか、分かるでしょ、分かるでしょ、彼女はね、あのおもろくないとかじゃなくて日向はえどういうことって突っ込みたくなるような滑り方をするんですよ、うん、でもななみちゃんはシンプルにおもろくないねって言えるぐらいの滑り方だからおもろいなって思います、うん、日向よりはおもろいねって言われる、ななみちゃんは自分から滑りに行くことがある、まあ、確かにそれはあるね、フォローできない滑り凍るよね、だってそんなことひどい、伸びしろがある、でも山田おもろい山田おもろい、やったやった嬉しい、そうなんですよね、でもまあまあまあどっちも可愛いから、いや本当にね、ニコニコしてればもう、うんうんうん、本当に可愛い、面白いぐらいで最強、いや本当そうよ、てか私喋りすぎてない、 今ずっと喋ってたけど、いやおもろいよ、ノエの喋り、いや荻野の話をしてたのにさ、いつからそれだったの、頑張れ頑張れだってほら、すごいね、見て見て、ありがとうございます、なになにやばい、なにお腹いっぱいになった、お腹いっぱいで美味しかった、うまかった、いやもうまあ話はちょっと戻りますけど、荻が卒業ね、オギが卒業ってどうなんですか、なんかね私、うん、なもう寂しいの、めちゃくちゃ寂しいんだけど想像が本当にできなくて、えなんでオギのゆかがいない NGT って何みたいな、もう本当にそれぐらい、なんでみんなそういうこと言ってくれるの、いや違う本当にだから想像ができないから、気遣って言ってくれてあれこの距離そんなに相手だっけ気遣って言ってくれてんのみんな、マジで想像ができないから、そのなんかな寂しいっていう思いで泣くけど、なんて言うんですか、あダメだ語力がなくて、みんななんかそう言ってくれるんだけど、あの本当に気使って言ってくれてるのほらなんかいいよ全然、いやだってすごいことだよ、シングルのセンターを2曲やってるって、シングルのセンターを2曲やってるってすごいことじゃないですか、そうじゃない、しかもさもう48の中で もうトップ5に入ってますね、あ違うんで、でもそれはもうそれは昔の話だから、その昔は昔、今は今なの、いやいやそんなことない、昔があるから今の荻野があるじゃあねん、じゃあねん、じゃあねん、今はほらみんなさ人気生のみんなとかがさ前に立ってこう一生懸命よいしょよいしょって引っ張ってくれてるわけじゃん、そうだね、その何い俗に言う世代交代というやつ、おいお前それ私に言うまだやめないのに、違う違う、それ私に言うね、違うよ、で今違う違うちゃうねん、はい、今ってほらセンター頑張れ荻野いけいけじゃ今ってさにあの2シングル連続さあの2期生の子じゃない、あのほら怖いの子でしょみんな草生えてるけど、めちゃくちゃ笑ってあれ全然笑ってないな、こっち言われたね言われたねってコメントはひどいな、思ってたね言われたねって書いてあったことは思ってたね、この人何の面白いの思ったの、ね、本当に本当にさツッコミがアホで面白い、いやいやいやアホじゃないでしょ、新潟フレンド思い出すね、懐かしいね、頑張れ頑張れって言ってたもん、のえさあの時の映像この前久々に見たの、その一緒にアンジュと私と荻野であのロチさんとロケをやってる時の映像見たんだけど、なんか結構ノエとアンジュがなんか、うん、もう東京か寂しいなみたいなことですごい煽ってるんですよ、東京ドームパンそうそうそうパン屋さんに入って、その前からすごいなんか荻野はもう新潟にいないみたいな話をしてて、もうすごい寂しいみたいな雰囲気だったのに、パン屋さんに入ってから、うん
そのいろんなパンがある中でね、いろんなパンがある中でこれ美味しそうって指さしたのが東京ドームパンだったんですよ、荻野の。いいだろ別に。でも東京ドームは別にみんなが言うだろそんなの。それでロチさんのお二人ももうなんか米を食えみたいな、そのパンじゃなくて米を食えみたいなツッコミをしてたんですけど。いいだろ別に。そのね時に。私とアンジェルがめちゃくちゃ荻野をねそうやっていじってたんですけど、うん、私超びっくりしたんだけど昔の自分に、うん、荻野がなんか食レポをしてその東京ドームパンかなんかで、うんうん、それでなんかすごい微妙だったんですよ、うん、普通の食レポをしたんですね。それで私めちゃくちゃ、うん、本当に調子乗ってたから、うん、てかまあ普通に今でも調子乗ってるんですけど、いや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 、そうだったから、うんうん、ホリプロこんなもんか、私も入れるかなって言ってて、しかもなんか一時期オスカープロモーションさん入れてくださいみたいなテレビって言ってんだよ、本当に意味わかんない。そうだから今考えると本当にやばいやつだったんだなって思うんですけど、マジで思うかっていうよりも、うん、ホリプロこんなもんか、私も入れるなみたいなことをホリプロの関係者が絶対見てるのに、あマジでおもろかったわ、あれ最高、懐かしい、最低だからあとノエピー大会になってるよ、自分のファンの人それな楽しかったって、ほら今思い出した、ほら俺も今からオリプロ目指す。いやでもほらその時ケツバットはノエピーだけだから、ケツバット最高だったよ、痛い私筋肉痛ひどくて、おととい昨日全然また話がまた変わるんですけど、昨日の公演の前になんかレイナとめちゃくちゃ張り切って筋トレしたんで、おとといね、うんうんうん、それでもう本当にガチでやったから、うん、まして意識が飛ぶレベルの筋トレをしたの、なんかみたいな、それで本当に飛ぶんじゃないかっていうレベルの筋トレをしてたんですよ、うんうん、それもう全身筋肉痛で、昨日本当にもうなんか生写真の後に座っ 膝立ちで座ってて、でもその後一人で立てないから、愉快な人っていろんな話を持ってるから楽しい、佐々木さん2人に捕まってもう起こしてもらったりとか、あのこれマジで痛いからやめて、これマジでメンバーには何人にしか言ってないんだけど、本当に腕の筋肉痛がひどくて、腕の筋肉痛がで、あのおたらいに行った時に、うん、もう自分で上げられないの、うん、パンツをそれってアイナにお願いして、介護やんそれも、アイナにお願いしてパンツ上げてもらってそのレベルで私ステージ立って踊ってたんですよ、ステージ上ではアドレナリンが出てるから、あ見てもらえ、東京タワーだよね、えタワーありがとう東京タワーでやんないちゃんの元に ありがとうございます、こんな汚い会話の中ですいませんいやすごいよこれ投げてくる、ちょっと見てみよう、そうでもなんかのでもなんか あれあれ大げなのよ、かったすいません皆さんありがとうございます、すんごい痛いからそうねそのでもなんかねちょっと嬉しくて、なぜかそのなんか、うん、自分であげられなかったからアイナに手伝ってもらったのが嬉しくて、中居、うん、になんか中居に5回ぐらい同じ話してたみたいで、中居、うん、はめちゃくちゃ失笑なんて言うんですか、苦笑苦笑い苦笑って言うの、苦笑って言います、言うよ痛いで、失笑はあれなんか失笑ってないでしたっけ、よっしゃケツバット投げた、あ、なんかこれケツバット投げた時にこれを投げたらケツバット、あ、そういうこと、ケツバット投げてどういうこと、嬉しい、ありがとうございます、なんでその流れで投げてんのマジでありがとうございます、やんないとわかんないもん、めちゃくちゃ、うん、喋りすぎてる、酔っ払ってるうちの上司みたいだってでも本当にマジで
辛かったですね。うん、こいちゃんの時見た公園のノイピーの MC 思い出した。いつの？いつの？こんなひどかったっけ？大体いつもこんなんだけど。いや、ねえちょっと待って、私さ全然話また変えてごめんなさい。配信前にねどうしようみたいな。荻野と一緒に配信したら見る数が全然違ったらどうしようって言ってたんですよね。その時が3000人と200人ぐらいで下がったらどうしようみたいな感じで言ってたんですけど。まあ、200人ではないけど3600人と1010人。いやいやいや地獄なんで同じぐらいの時間を共にアイドルしてきたのにこのさ地獄ねえマジで面白いでしょこうやって。卒業間際に桁は同じだった私は4桁であるけどね。この人本当におもろいからみんなよろしく。私が卒業してます。ありがとう荻野私が卒業したわこの人ありがとうございます。だからさこれ見てる人いないかな、うん、オスカープロモーションの方とか見てないから。なんでオスカーさんの私見てんのよだからそれでスカートお待ちしてますからね。まだまだやっぱりあのモデルさんとかが女優さんが多いオスカーさんがいるんね。そうですね。なるほどね。そうそう逸材じゃないですか。その中に私が入ったらそうだね。入った時点でマジで面白い。ノエピータイっていつもどうしてるんですか。ノエと話した時いつもこんなんでしょ。いやいやほらほらこれが良い様のお力だって書かれてる。いじられてる。そうだよ、いじった。こちちゃん誰だ。おいコメント少ないから読むコメントがねえって言ってんのか。お前は言ってないじゃん。そんなこと思ってもないし。ありがとうみんな。マジで本当に面白い、うん、そうこの人重いわおもろいですよね。あ、前は面白い。そうだ、荻野のファンの方にもちょっと言わないとと思ってたんですけど、うん、48タイムズさん応援のほどありがとうございました。おめでとう。イエーイ。果たして需要があるのかグラビア。え、あれちなみに水着ですね。そうなんですよ。え、初水着。初水着です。私あのちなみに私着替えの時何度も飲めの着替えじゃない以外でも見てるけど、あれあれマジでデブ近いよ。本当に期待してほしい。触られてないのに筋肉が痛かった嬉しい。皆さん応援ありがとうございました。本当に大期待ですよ皆さん。グラビアが好きな方本当に、ね、ありがとうございます。本当に上げてるとこでマジ。いやいやだからさ、うん、それでさ、うん、みんなが見た時にさ、いやこんなもんかいみたいな。いやゆかいつも言ってるじゃん。自分も下がるよ。触ってるじゃん。自分も下がるよ。荻野、うん、見る目ない。ハッシュタグ荻あの私のやつが微妙だったらハッシュタグ荻野見る目ない。なんでだよ。お願いします。私の名前は絶対出さないで。ちょっと待って、この人やっぱ変だよ。もうねえ、ね、のえちゃん何だった。嬉しいよ。なんでどういう生き方してきたらこうなるの？いやいや言われたくないね本当に。荻野にはマジで。本当におもろい。荻野山田すごいな。だって嬉しい。でも私最近本当になんか落ち着いたじゃん。わかる？わ、うん、かれ。私わかれ。私落ち着いたと思いません皆さん。だってあのどのあれで？いやなんか今考えると本当にやばいやつだったんだなって。でも今も割とそうだけど何について？あれ？例えば。もうゆきりんさんと一緒に活動できてた時とかもさ、うんうん、なんかもう、うん、本当に会うの2回目とかで、うんうんうん、パイわしづかみしてたんですよ私。ああなるほど。そういう落ち着いたね。そうそう、だからそういうことがなくなったじゃん、はいはい、あでもなんかノエは大人になった。あらあのさノエはあの昔の少女のノエピー汗浮いてんのそれ。昔の少女のノエピーから山田の大人になる瞬間が分かりやすかったノエは。嘘。うん。いつから？いやー。でもノエも思うよそれは。荻野もなんか荻ゆかからもう本当におお荻ゆか。ああいうことやそれ。あのね。マジで思うよ。やっぱりパジャマとか寝巻きで。確かに。リハに来なくなったんですよ。いきなり。確かにね。もうね、かっこいい黒いパンツに黒いジャケットで着たり。それはもう私多分その AKB 選抜入れていただいてから周りの人見て、最初はでもね、ほら歌番組の人とかさ、行かせてもらうとさ、私だけなの。
ダサい T シャツ着てんの、パジャマの人がね、ジュラッキーとかで着てたこれ、そう、最初それで言ってたの、これダメだったの、うん、そっからだよ、それなかったら多分今も、いやだからさ、すごいよね、そうやってさ、その、ま、荻野がいたさ、そのなんていうの、周りの影響でちゃんとさ、でも一緒にいる人って大事なんだなって思うよね。でもさ、そうじゃない、 NGT もみんなさ、なんかそうなってってさ、なんだって今めっちゃメイクとかすごい勉強してるじゃん、やっぱ周りの人がそうだとなんか、ね、初期だって私リップだけで公演とか出てたもん、全然メイクしてなかったよね、信じられない今考えると、なんかすごいよね、環境が変えるよね、いやほんとそう、ゆかちゃんは NGT48 を卒業、僕は高校と NGT ファンを卒業、すごい卒業尽くしだね、あれまだ私いいのに、やったー私まだいんのにやめんな、だってほらやっぱりさ、やめないでほしいんだよね、え、でもそのさ、発表する前は緊張するじゃん、発表した後はどんな感じだったの、あ、発表した後は、あ、何が緊張はないでしょ、だって、うん、どういう気持ちだったの、どうですかね、発表した後は行っちゃった、いやそうだよねっていう感じでしたね、でもなんかね、なんかみんなメンバーの子がね、やっぱすごいなんか可愛かった、なんか特に2期生の子とかがさ、なんかマシモンがなんか、いやめっちゃ泣いてた、いやいや、カエリちゃんもすごかったよ、なんでそんな泣いてくれるのっていうくらい ね、 ねやっぱね嬉しいよね、それ申し訳ないけど嬉しい、いやいやいや本当にでかいもん、オギユカって、オギはやめるって思ってた嘘でしょ、なんで、でもなんかやっぱそんな感じはして、みんなでもなんかね結構ね多いよ、あの予想はしてたみたいな、マジで、だから思ったよりショック受けなかったっていう人はねいましたよ、でもその方がいい、小木的にはどうなの、もっとなんかみたいななってほしかった、あ、全然全然、ゆかもちょっと匂わせしちゃってた、あらーこの人ちょっと急にさ、なんもね、うん、もっと頑張るからねみたいな感じからさ、卒業しますって言ったら、情緒どうした、まあ確かに確かにね、ノエはあと10年だって、でもその方がいいのかな、匂わせた方がいいのですか、ノエ私がやめ、よしじゃあ卒業決めようってなったら、でもなんか、あの多分匂わせるっていうのじゃなくて自然にそうなっちゃう、なんかもう NGT にそうだよ、ね、あと何年いてねってコメントもらうすんじゃん、そのコメント読んじゃうじゃん、したら分かりやすいそこはこんなんじゃないけど、うん、なんかそういう風に、ね、言ってくださるとしたら、うん、あーねーそうねーみたいな、なんかあとなんかその濁しちゃうのね、NGT 物語とかは、うん、アイコンの時とか本当に私今しかないんです、わこれは分かりやすい、いやこれもう分かっちゃったら今だけなんだなって、うん、あそうだよね、のえちゃんあと2年はいてねだってよ、嬉しい、のえちゃんは頑張るぞ、うん、頑張るんだよのえは、ありがとう、頑張るんだよ、いや本当に頑張ります、頑張れ、頑張ります、頑張ります、どっちもの目線で一応ね、一応ね、どうでもでももうさ、なんかその卒業発表してから卒業するまでの期間はなんかさ、結構もうみんな肩の荷が降りた、うん、荷の肩が降りた、肩の荷が降りたって言うじゃないですかそうだからさ、なんかもっと楽しくなるかもね、まあ大丈夫、でもね、あ、なんかね、嘘、お、うお、すっきりした、嘘、なすっきりした、ついてた、うわー違うんだよ、なんかね、やっぱちょっと、卒業するあーって一人こう思うでしょ、でもそうだよね、なんか特有のピリピリ感とかもうなくなるもんね、うん、まあないけど、ほぼあとなんかね、いっぱい考えるじゃん、活動してるとさ、ねえもそうでしょ、活動してる時っていろんなこと考えるじゃない、それが卒業しますって決まったら、あ、この悩みはあとここまででいいんだとか、逆にね、なんかその、あ、こうやっていっぱいこうやって悩むのも、逆に言うと、あともう
この数ヶ月でいいんだって思ってスッキリするのもあるし、でも逆を返すとみんなと過ごせるのが、あとちょっとのカウントダウンが始まったっていう寂しさもあるし、こっちもですね。そうなんですね。そうだね。いやでも綺麗になるっていうじゃん、そのさ期間で。そうなの、ね、でも卒業した時が一番綺麗っていう人めちゃくちゃ多いじゃないですか。だからこれ以上まあ綺麗になるかな。でもすっきり、ね、すっきりしたって言われ、別にすっきりしたそういうことじゃないけど、なんかまあやっと家やっとこうみんなに伝えると、確かにね、それは そうかも。ファンの人もね、うん、もう知ってたら、終わりが見えてたらちゃんともっと大事にしようと思うもんね、改めて。でもね、やっぱ寂しいね。寂しかった今日、オンラインの時結構。いやー寂しい、絶対最後泣くよ、うん、てか最後の、うん、5回前ぐらいから毎回泣くと思う。私？うん。泣くでしょ。時間が。みなみちゃんもそう。みなみはね、もう仕上がったね、卒業の時。いや、ほんと、ギランギランだったよね。ギランギラン。もともとキラッキラしてたけど、もうギランギラン。こってこてだったもん。でも待って、一期生、今、28人じゃん。一期26人だったじゃん、最初。そう考えると、もう進んでるよねって思うよね。いや、ほんとそうよ。12人になって。たんだよね、この前で、うん、オギが卒業、うん、それで11人、うんうん、早いね、なんかね、ね、でもなんかさ、この前話してたんだけどさ、もう7年目になるじゃん、うんうん、もう中学1年生、小学校から入って、ね、そうだよ、それすごくない？マジですごいよね、でもそう思うと、うん、それは本当にすごいよね。なんか6年前はこうだったなとか、なんか6年前に初めて来た時こう思ったなとか覚えてるもん、うんうん、まだ鮮明に。ね、覚えてる覚えてる。だってもうミナトピアのお披露目の前、合宿の間にミナトピア見に走って、あーってあそこ走ったの覚えてる。めっちゃ覚えてる、ね、覚えてるね。なんかね、懐かしいね。懐かしい。そんな時間を経て海野が卒業っていうことになるから、卒業ってなんか今考えたらちょっとあれだね。おー、卒業しちゃうわ。いや、そうだよ。ちょっとなんか当たり前だったじゃん、 NGT48 ですって名乗るのがね。海野もそうだしね。そうだね、当たり前なんだし、 NGT ですって。でも元 NGT ですって名乗る時が来るの。そうだね、確かに。荻野とかさ、例えば番組とかに出た時もさ、荻野ゆかかっこ NGT48 とか書かれてるわけじゃん。それがかっこ元 NGT48 とかになるってことでしょ。なんかあんま あれだね、あんまそれはちょっと考えれないね、うん、あんま今考えれないですね。あとなんかもう全部が思い出になってっちゃうのが悲しい。いや悲しいね、確かに、うん、うちらでも確かに、うちら NGT 芸名を NGT 荻野ゆかに変えよう。あ、いいよ、偽 NGT な、めちゃくちゃいいよ、めちゃくちゃいいよ。これホリプロさんが見てるから、多分見てないわ。なんで窓ホリプロホリプロって言ってんの。いや、媚び売っとけば。なんでだよ。本当どうなんだよ。もうフルちゃん狙っていっちゃうよ。時間的にそろそろじゃないですか。あ、じゃあタワーありがとうございました。じゃあちょっとランキングよ。そうだね、待って、オスカーはどうした。すいません、浮気者で。待って、ホリプロは生きないような言わない。13位、おげゆかおしかっこくるちゃんゆかの人さん。13位、中ムーさん、ありがとうございます。12位はノアマスター、あと西脇大好きマンさん。12位はふわふわさん、ありがとうございます。11位子連れの沼、あとゆかの人さん、ありがとう。11位はラミヒーさん、ありがとうございます。10位がガミさん、ありがとうございます。10位がシンさん、ありがとうございます。9位が横浜のおじんさん、ありがとう。9位は、ウマーさん、ありがとうございます。8位がユウト、あとワンタンさん、ありがとう。8位はテーゴエグロさん、テーセグロさん。分かんない。すいません。次何位？あれ？7位？7位。みたん、あとゆかの人さん、ありがとう。7位、飯田ひろゆきさん、ありがとうございます。
おお、いいね、ひろゆきさんね、うんうん、6位、酒井さん、ありがとう。6位、スーさん、ありがとうございます。5位が、ルリルリ、ありがとう。夢パレットさん、ありがとうございます。4位が、エレクトロ給食ニストさん、ありがとう。ビターノエシ、カムサムニダン。おお、カムサムニダン、すげえ、これ韓国の方、うんうん、すごいね、やっぱり。次何ですか、3位、 3? あれ3位、3位、3位、ゴリ広島、ゆかの人さん、ゴリさん、ありがとう。3位、りさこさん、ありがとうございます。2位が、ヒール、ゆかの人さん、ありがとう。ヒールくん。2位、よよねさん、ありがとうございます。1位が、雪雲あって、ゆかの人さん、ありがとう。雪雲さん。そして1位、タワーをくださった、うん、おげんののファンのりゅうすけさん、あ、りょうすけさん、ななみちゃんとガタピーの、あの、主にね、推しの方。あれ、ゆかの、そう、ゆかのも入れてくれて優しい、ありがとう。ゆかのは3、ありがとうございます。ありがとう、皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、そうですね、楽しかった、超あっという間だったね。おもろかったね。またやろう、またやろうね。ありがとうございました。じゃあ皆さん、コンフェッションまたやりたいね。確かに。じゃあ、 baby, don't make me。 じゃあさ、じゃあヤマンダとさ、ゆかい呼んでさ、それで終わろっか。いいよ。じゃあヤマンダヤマンダヤマンダ、はい、こんばんは。こんばんは。そんなんだったっけ、やまんだ。なんだっけ、コンフェッションのファンの名前。忘れちゃった。めっさ。めっさ。めっさの皆さん。コンフェッション。今日は本当にありがとうございました。ソウルを燃やせ。ソウルを。ソウルを熱く燃やせ。ありがとうございました。ねえ、ナイロマンの人どんな気持ちなの。今度はユカとヤマンダだけではなく、マウントミュー、そして、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、ヤヒロック、ヤヒロックとセレナ、全員まとめてお前らのハートに火をつけに行くぜということで、フェスターの皆さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとう。本当にありがとう。